いやー、ええなー。ジュエル、明日の遠足の準備した？うん。タオル入れた？うん。昨日買ったお菓子は？入れた。準備完璧やな？うん。ジュエル、ちょっとさ、これ見てや。何それ？これさ、すっごい有名なブランドの服やねん。かっこいいやろ。今だけセールでありえんくらい安く売っててん。すごない？すごいやん。うちの子死ぬほど興味なさそう。まあでも5歳児にファッションは早いか。私ゲームしてるから邪魔せんといて。まあごめん。あとそれ偽物やで。まあわしも言うて明日の準備しとかんと、そろそろ期末テストの時期やし。ジュエル、ちょっと待って。何？ちょっと戻ってきて。なんなん？さっきなんて言った？それ偽物。それって、これ？そう。いや、え？うちポケットと縫い目の形状、ボタンの刻印が微妙に違う。それは完全なフェイク商品。うっせやろ。これ、パチモンってこと？そう。最近は限りなく本物に近いスーパーコピーとかも出回ってるけど、それは普通に偽物。一目でわかる。一目でわかるんや。まあ、どんまい。ほら。ちょっと待ってよ。これ2万5千もしたのに。偽物に2万5千。無様すぎる。そんだけあったら何できる？あー、もったいな。やめてや、そういうこと言うの。わしは騙されたんやで。こんな出来の悪いコピー製品、騙される方が悪い。売る方が悪いやろ。まあ、捕まされたもんはしゃあないし、実際アホみたいに喜んでたやん。これからも来たら？もう偽物としてしまえば袖は当然よ。メルカリとかで売ったらあかんかな。コピー製品は販売元に限らず、転売でも商標法違反で罪に問われる。10年以下の懲役、もしくは1000万以下の罰金。その両方が課される可能性がある。まだ太陽の下を歩きたいなら転売はせん方がいい。八方塞がりやん。わしの小遣いをただ消し飛んだだけやん。じゃあほな。ちょっと待ってって、なんとかする方法ないの？販売元がわかるんやったらメールとか電話とか何でもいいから、商品の交換とか返金の催促をした方がいい。そっか、なるほど。あかん、めっちゃムカついてきた。なんでわしがパチモン捕まされなあかんのや。わしは一生懸命真面目に生きてる善人やぞ。そんなわしがなんでこんな目に遭ってるねん。善人かどうかは割と怪しい。訴えてやる。絶対に痛み目してやる。じゃあほな。ちょっと待って。ほなやめて。一人じゃ不安やから、隣おって。はい、もしもし、祝福の輪廻、コールセンター窓口でございます。開口一番で電話切りたくなった。社名がヤバそうな宗教団体みたいな名前しとる。本日はどういったご要望でしょうか？あのですね、そちらで購入した商品がブランド品のコピーやったんですけど。もしもボックスですか？え？タケコプターですか？え？タケコプター？いや。立体起動装置でしょうか？何の話？違います。それは漫画に登場するアイテム。え？いや、いいえ。それは現実に存在してる。はい。それは日常必需品。アキネーターみたいな質問攻め受け取る。そんなんじゃなくて、ジャケットです。そちらの会社がメルカリで販売してたブランド品の。あ、失礼しました。メルカリで購入されたブランド品が偽物だったとおっしゃいたいんですね。そうです。入ったー。入ったーじゃなくて、そちらが販売されてる商品なんです。でしたら、具体的な商品名お願いします。めんどくさそうにすんな。ジャクソンメンズジャケット、カラーブラック、サイズは L です。お客様のお名前は？コージです。確認しますので少々お時間いただけますでしょうか？まあ構いませんけど。確認しました。早いな。申し訳ありません。販売データが見当たらなくてですね。そんなことある？正確に弊社から購入されたかどうか確認できない状態なので、こちらとしては対応しかねます。カンペ読んでる？申し訳ありません。またこちらの方で確認が取れ次第商品を再送しますのでご理解ください。なんか慣れてない？マニュアル化されてる？はい、ではまた。ちょっと待って。え？なんか簡単に済まそうとしてるけど、これ犯罪やからな。偽物売ってることでお前らの会社は犯罪を犯してる。それ理解してるんか？でもそれは販売元がその商品を偽物だと知ってる場合、声であることが条件やんけ。それを理解してる時点でお前らは確信犯なんよ。ぐっ、アホなんかこいつ。お前らは販売データをなくしたらしいけど、こっちはもちろん証拠を残してんで、先延ばしにしてうやむやにしようとするのがお前らのやり方なんやろうけど、通用せんからな。警察に相談すんで。いや、やめてください。メルカリの事務所にも通報するで。それだけはやめてください。なんでメルカリの方が本気やねん。こんな無理な商売してても自分の首絞めるだけやのに、それに気づかんのかな。まだな、めっちゃクオリティ高いならわかるよ。こんな出来損ないみたいな出来で販売するなよ。誰も買わんやろ。でも買ってる。誰もは言い過ぎたな。ゼロじゃないもんな。適度にとばっちりくんのなんなん。いずれ倒産するのが確定みたいな会社やもんな。お前もそんな会社でおらずに早く転職せな。無職なるで。やって潰れるの。時間の問題も。もうこうなったら止まらへんのよ。潰れて、負債持って、天下持って、社会復帰は難しいやろな。でもそれが良さ見ような。覚悟できたか、その未来は。購入したおっさんだけならなんとかなりそうやのに、とんでもない奴が隣におるやんけ。ご愁傷様です。おい、やば、お前ら何しとるんや。逃げろ。タイヤパチられとるやんけ。はい、やろ。何してくれとんじゃ。人の車のタイヤ勝手に持ってきやがって。こいつ、別にええやろ、こんなダサい車。は？こんな車走れへん方がええやろ。なんでやねん。こんな走るだけで法に売れそうな車走らん方がええやろ。むしろ俺らに感謝してほしいわ。なんでタイヤパチられたげくこんな言われなあかんの？返せや、タイヤ。必要ないやろ。必要に決まってるやろ。車やぞ。あ、わかったわかった。ほな、返すわ。一輪だけ返されてどうしたらええねん。車ってのは4輪あって初めて走行できんねん。なやろや、マシやろ。まずなんでないねん。あるもんがないねん。今すぐ他の3つも持ってこい。返したからもうええやろ。ええわけないやろ。他の奴ら呼べ。もう待ち合わせ場所向かってるって。それどこやねん。エロハット。もう売ることしてるやん。
ああ、もううるさい。え？時間帯考えろよ。近所迷惑やぞ。いや、ジュエル、こいつらがわしの車の。勝手に車漁るのは見過ごしてやったよ。見過ごすなよ。取るもん取ったらさっさと帰れよ。うるさいし、敵は悪いな。どういう角度から攻められてんの？漁るのも敵は悪いな、思っとったよ。あっち行ったりこっち行ったり、何してんねんこいつらってさ。やからなんで見てるだけやねん。止めろ止めろ。ほんで挙句の果てにこうやって持ち主帰ってきてな。警察に通報されてな。警察のお世話になってな。もちろん職は失うよな。ああ、元から職なんてついてないか。親からは失望されるよな。止まらん止まらん。社会復帰は難しくてな。なかなか雇いて現れへんよな。最低賃金でなんとかその日食いつなぐために仕事してな。何のために生きてるんやろって後悔ばっかの日々を送るんよな。どこまで行く？そんなもん結婚も難しいよな。自分の面倒を見るだけで精一杯やねんから。幸せからほぼ遠い人生よな。いやです、そんなの。知るか、そんなもん。どういうこと？なんでお前の未来がこうなるかわかるか？僕が車上荒らしなんてするから。違う、お前の出来が悪いせいや。違う、車上荒らしするからや。車上荒らしは窃盗罪で劣気とした犯罪。確かに検挙率は低下してるらしいけど、お前らはどうも部が悪いようやな。部が悪い。その車ドライブレコーダーついてる。え？私も撮影しとったし、防犯カメラもついてる。ちゃんと顔面もバッチリや。そもそも現行犯やねん。口の聞き方考えろ。お前の潰し方なんていくらでもあるんやぞ。ごめんなさい、謝ってもうたよ。てかなんで車上荒らししようと思ったん？え？なんで？他にも効率的な犯罪あるやん。なんでわざわざタイヤ盗もうと思ったん？先輩に誘われたから。やろうと思ったわ。なぜに？お前な、周りに言われたこと鵜呑みにしてな。自我が何やろな。大した自我もないの偉そうに道外れてな。かっこいいと思ってるな。あ、お前かっこいいんかな？いや、なわけないよな。かっこよくないです。まっとう、逃げてる方がかっこいいよな。悪い先輩に流されて悪事働いて、親泣かして。お前もう、働きすぎてるやろ。いつになったら、大人になるね。まともに就職もせず、悪さしてその日暮らし。悪さして心も痛まへん。絶対役ならわかるよ。中途半端に両親持ってな、どっちつかずの。バカやん。出頭します。まだやん。悪はないかもしれんけど、過ちに気づけただけマシやんけ。これから先の人生をどう歩くか考えろよ。はい、どうでもいいけど、わしのタイヤ返して。ちょ、ジュエル、ゴキブリ出た。やっつけて早く。自分でなんとかしてや。無理やって。ああ、もうこんな時に、逃げる前に早く。今ゲーム中。頼むから。あかん、動いたって。知らん。うるさ、どんだけ急用やねん。ちょっと出てくるから、ジュエルほんまに頼むわ。はい、何ですか？なんで開口一番機嫌悪そうなの？あ、隣の桑原さん、どうしたんですか？どうしたんですかじゃないですよ。デシベルがすごい。お宅の声やら物音やら、とにかく騒音がうるさすぎるんです。どうにかなりませんかね？どの口が言うとんねん。家の壁ってね、思ってるよりも薄いんですよ。ああ、お宅の声がでかすぎて、話の内容が聞き取れるほどなんです。どんな会話してました？そんなことどうでもいいでしょうが。はい、帰ってくれへんかな。隣の坂口さんも騒音がひどいっておっしゃっていましたよ。ごめんなさい。そうまた隣の三浦さんも。そんなに。そうまたそのまた隣の松林さんも。わしらメガホンで喋ってる。それくらい騒音がひどいんです。少しは自重してもらっていいですか？ごめんなさい。ゴキブリのせいです。何の話？とは言っても普通に生活してるだけなんですけど、普通に生活してるだけであんな音が？鼓膜にスピーカーつけて生活しとんじゃん。実際問題、子供の教育に悪影響なんです。騒音がですか？そうですよ。集中力が続かない、リラックスができない、睡眠時間が削られる、ありとあらゆる場面でストレス差になってるんです。まあ注意します。お願いしますよ。随分なものいいやな。え？ジュエル？また出たわね。いや、この子なんでゴキブリ握りしめたまま出てきてるの？お前の言ってることはおかしい。とにかくこっち来ないで。毎度よく飽きひんよな。自分のこと棚にあげて文句ばっか。勝手に他の人の名前まで出して、その歳でモラルとポリシーが足りてないんやな。そっちが近所迷惑なのがいけないでしょ？近所迷惑？その問題？お前が神経質になってるだけやろ。こっちは22時には寝てるぞ。ここは住宅街やねん。子供もおれば老人もおる。この程度の迷惑って、無人島に引っ越せよ。このやっちゃに近所迷惑ってどうなるんか？このクソガキ。ママ。あら、佐藤ちゃん、どうしたの？うるさい。え？声がすっごい響いてる。え？あ、もしかして今お母さんね、お隣さんに注意し、僕は対決してる。違うわよ。なにそれ。最近学校で流行ってる、どっちの声が大きいか勝負する。なんなの、その2秒抱くそうな遊び。僕の方が大きい声出せる。やめなさい。やめなさい。住宅街でやまびこするわけないでしょ。やめなさい。なあ、やっへー、佐藤ちゃん、やっへー。なあ、何をもう。これは近所迷惑じゃない。やっへー。これ止めた方がいいんちゃう？わ、分かってるわよ。佐藤ちゃん、やっへー。うるさいねんけど。わかってるって。謝ってや。あ？近所迷惑？謝って。なんでよ。謝って。なんでいつもこうなのよ。なんでいつも突っかかってくるんや。ほら、早く。すいま、あ、謝れ。すいませんでした。親って大変やな。さてさて、これはイゴシップが取れたな。情報も通りつけまくって正解やで。今週の週刊誌の目玉は、今流行りの売れっ子アイドル、大物芸能人との不倫をおうちデート、これで決まりや。バカやなぁ、必死に変装しとるけど、そんなんで隠し通せるわけないやん。俺らの情報も舐めんなよ。これであいつら下手したら芸能界から消えるかもな。キモい、キモいよなぁ。びっくりした、これ子供？迷子か？何したん？いや、何でもええやろ。今仕事してるから、子供はよ帰り。仕事？そう、仕事。子供の相手してる暇ないねん。他人の服をすすり取って金稼いで食う飯はうまいか？え？人のことつけ回してプライベート収めて勝手に売りさばいて金稼ぐって、これが平然とまかり通ってるのやばいよな。
それをなんとも思わへん。お前の心はもう壊れてるんやろな。救えねえよな、こんなの。なにこいつ、ちょ、何写真撮ってんねん。気にせんといて。気にせんといてちゃうわ。ほら、スキャンダル撮るんやろ。仕事せな。やめろって。仕事しろって。勝手に人の写真撮るなって。もう一回言って。勝手に人の写真撮るなって。もう一回。勝手に。いい顔。変わらん変わらん、そんなのでも変わらん。こういう仕事ってさ、もちろんプライバシーの侵害やし名誉毀損やん。やのになんで許されるんかな。え、いや、盗撮盗聴尾行とかってもちろん犯罪やん。芸能人やからって何してもいいわけちゃうし、ずっと疑問やねんな。それはその、まあ名誉毀損が指摘されたことが事実である場合は適用されへんけど、プライバシー侵害は別やん。私の考えを言うと訴えられてはいると思うんよ。え、ほんで週刊誌サイドはもちろん負ける、侵害してんねんから。けど賠償金とかが結局150万くらいで、その打った週刊誌が場合によっては億稼いだりもする。渡部のやつなんて4億稼いだらしいで。結果プラスマイナスで考えた時利益が多いから、お前みたいなやつが減らんのちゃうかなって私は思うよ。きっしょ、なんでわかるんだよ。だとしたらどうしようもねえよな。そもそも不倫したり悪事働いたりそういうことをするやつが悪いやんけ。続けて。やから俺は悪事を暴いてるねん。たとえそれが非合法的な部分があったとしても責められる筋合いないわ。続けて。こいつ何が狙いな。まあ悪事を働いてる人ならまだしも、ただ一般人と恋愛してる姿とかも収めたりして、そんなんが正義のほかないなん。そう来るよな、そう来ると思ったわ。ジュエルやっと見つけた。勝手に一人でどっか行くのやめて。お父さん、また他の人のところで目をかけてたんか。ごめんなさい、本当に。これお前の娘か。え、まあはい。お前こんな技者ほったらかすな。人が死ぬぞ。何の話。お前写真が好きなんやろ。え、写真を撮るのが好きでカメラマンになったんやろ。まあカメラマンに憧れて都会に出てきてやりたかったことやれてるか。お前はそのカメラに何を映したかってん。それはゴシップか。ゴシップ撮るために出てきたん。違います。違うよな。お前にも夢はあったよな。でも現実はそんな甘くなくて、どんどん沼にはまっていって、その当初の目的すらも失ってもたんよな。夢よりも明日生きる金よな。わかるよ、ある意味それが大人になるってことなんかもな。気づけば他人の不幸が快感になってたりするんよな。そんな自分を認めたくないけど、人ってやっぱり動物やから、隠しきれない攻撃性を兼ね備えてるんよな。あの人の人生が最もうまくいってるタイミングで出すスキャンダルとか。たまらんよな。負の連鎖で金稼いで飯食って、民衆煽って叩かせて、それで鬱に浸ってるんか。とんでもねえな。人間って賢すぎるよな。全人類 IQ20 ぐらい削った方がいいんじゃん。辞職します。散々人のこと煽ったくせに自分がやられるとすぐに心折れるんか。メンタルシャットアウトしてるやん。そんなんじゃどこで何やってもうまくいかんぞ。もうどうすりゃいい。これ何が起こってるん。立てこもり犯に次ぐ注意を完全に包囲している。おとなしく人質を解放しなさい。うるさいな、さっさと食料持ってこい。これ以上問題を起こせば罪が重くなるだけだぞ。速やかに投降しなさい。うるさい、黙ってろ。くそ、どうすればいいんや。逃げ道はないし、下手に挑発したら舞台に突っ込まれてしまいや。もうどうしようもないやんけ。こんなはずじゃなかったのに、俺の計画は完璧やったはずや。はい。なんか抜け道はないんか。はい。助かる方法が。おいって。なんやねん、さっきから。人質が話しかけてくんな。お前に残された選択肢は、舞台に突入されて捕まるか、自ら投降するか、その二つしか残されてない。どのみち結末は一つ。二冠の無駄やから、早押してもらっていい？ジュエル、帰ってきなさい。うっせえな、ガキは下がってろ。俺は銃持ってんねんぞ。気をつけろ。お前が言動と行動には気をつけろ。今、お前の行動一つ一つに、これからの未来がかかってるねんぞ。え？もし仮にここで人質を気をつけたら余計罪が重くなる。ジュエル！反抗的な態度を見せると、向こうは煽ることにもなる。早く！今ここやぞ。ここが全てや。ここで決めるんや、お前の人生を。間違えるなよ。言って言ってよ。いや、もう手遅れやろ。どうすれば。俺は、どうだ。めっちゃ聞いとる。なんか、今から自首すれば減刑になったりしませんかね。自首の定義は犯罪そのものが発覚する前に名乗り出る、もしくは犯人が不確定な状態で名乗り出ることを自首。だからこの場合は該当しない。減刑は自首の場合はあるよ。でもお前はな、難しいんちゃう。ちくしょう、なんでそんな感じになれんの。どうしますか、舞台を突入させますか。いやまだだ。しかしまだだ。中の人質が危険では。匂わんか。匂う。あの中で煙が上がっておる。火の匂いや。何言ってんねんこいつ。言うたやすいないぞ。よく将軍みたいなこと言うとる。ジュエル早く戻ってきなさい。そいつは危険人物やぞ。そう言うてやるなよ。こいつはただの敗北者や。もう何もできひん。銃持ってる。まあナイストライ。ナイストライやめて。ナイスチャレンジ。ナイスチャレンジもやめて。まあ気持ちはわかるよ。お前はただ模索してるんやな。収めどころってやつを。本当はな、こんな大事になる前にずらかりたかったのにな。こんなことなってもってな、令和初の大事件やで。うせやろ。よかったな、歴史に名を刻むで。見てほら、テレビで放送してる。スマホ回収したはずやのに、気づけばさらに回収されてる。うわ、顔写真前載ってるやん。俺が覆面してる理由なんな。お前の人生をかけた大舞台やで。何する？何する？何するって？もっとインパクト残そうぜ。インパクト。最後に派手な花火あげようぜ。ワクワクすんなよ。俺の人生やぞ。まだ、なんとか、都合のいい落としどころか。もうこうなったら終わりやって。人質強要罪、銃刀法違反、罪を重ねてるもん。どんな言い訳用意しても無理よな。人生終了やん。まあこんな犯罪を犯すくらいやし、元から会ってなかったような人生やろ。よかったやん。刑務所の中で他人が支払った税金で飯食って生きていけるで。もう一瞬待って勝ち組やろ。さっさと捕まってセカンドライフのことを考えたら、 YouTuber とかどう。退所した頃にあるかどうか知らんけど、もうそういう道しか生きていけんと思うけどな。生まれてきてごめんなさい。大義名分を得た正論気持ちいい。反乱分子ここに2体おるやん。
どういうことだ ドルブルリーチ大丈夫だ大丈夫だどうしてやねんまだある負けたまだ負けたなんなんもういっつもやんいっつもトータルなんぼ負けてんねん高級車買えたんじゃんああ、もう人生どうでもよくなってきたな。俺って何のために生きてるんやろ。気楽そうでいいよな。びっくりした。気楽そうで羨ましいわ。お、俺に言ってる。パチンコに負けて飲んだくれて夜の公園で叫んでしかもほろ酔いやんけ。お前人生舐めてるやろ。なんやこの子。いきなり失礼やな。子供が出歩いていい時間ちゃうで。さっさと帰り、ご両親が心配してるで。私に母親はいない。あ、ごめんなさい。父親はそこでパチンコ売ってる。家庭環境。気楽そうでいいよな。気楽ちゃうで。12万やで。12万消しとんで。お嬢ちゃんにはお金の価値がわからんか。その程度で何のために生きてるんやろって。笑えるな。めっちゃ煽ってくるやん。家庭環境。お嬢ちゃん、12万稼ぐのにどれくらい働かなあかんか知らんやろ。人の子を笑うもんじゃないで。被害者面がいかについてるな。標準で煽ってくる。お前どんな環境で育って。学生時代別に友達が多いわけでもないのに真面目に講義も受けてない。無駄に時間を浪費して。そら就活うまくいかんわ。憶測で煽ってきた。今はフリーターでその日暮らし。特にやりたいこともなく惰性で生きてる。当然彼女もいない。知ったような口を。俺の何を知ってるねん。24で親の扶養から外れてなくて実家暮らし。年金の請求にビクビクしてて、気晴らしに遊ぶ友人もおらへん。なのにパチンコも負ける。俺のこと調べ上げてる。調べんでもお前みたいなパチンカスなんて大体そんな感じ。アマちゃんもいいとこや。そんな奴が金の重み語るなよ。劣悪な家庭環境がちらつくせいで言葉が重い。言い返す言葉がない。自分がすごくペラペラな人間に思える。ええよな。その程度で全部諦められるねんもんな。その程度って言うけど、12万は俺には大金なんです。あれ、俺自然と敬語使ってる。お前自分は周りと比べて不幸やと思いたいんやろ。子供の口調ちゃうでこれ。仕事も恋愛も友情も金運も何もかも自分は恵まれてなくて、イケメンでもなければ性格も良くなくて、何をやってもダメで。諦めてしまえば少しは楽やもんな。言い過ぎじゃない。その上でパチンコも負ける。まだ重ねる。正直な、パチンコに負けたから負けてるんじゃない。パチンコやってる時点でお前は負けてるね。パチンコしてる間楽しいもんな。勝てればいいことがあったって思えるもんな。その思考が敗北者やね。敗北者。成功してるやつはそのパチンコしてる時間何してるんやろな。わかるやろ、そんなこと言葉にするのは無粋やって。そういうやつら、そういうやつらは生きてる世界が違うって言いたんやろ。でも生きてる国も受けてる義務教育も育った文化も同じ人間やで。そんな極論、そんな極論は聞きたくないって言いたんやろ。声量で上越えてくる。ずるない。でもな、極論じゃない、それが全てやねん。全てじゃない、全てじゃないねん。声量で上越えてきた。人生は運ゲーやねん。努力しても報われへんやつを5万通る。生まれた時点で親、容姿、IQ、そうだもろもろ、人によってばらつきがある。何一つ SR を引けへんかった人間は成功者から外れるようにできてるねん。言い訳。俺みたいな全部ノーマル以下の人間は努力したところで SR を引いた人間には太刀打ちできひんねん。それが説理、それが現実やねん。言い訳。パチンコする時間が無駄なんて言うけど、努力する方が時間の無駄やねん。やってその結果に何もなせへんねんから、俺みたいな凡人の先には何も待ってへんねん。言い訳。アンサーが腹立つ。お前は根本的な勘違いをしてる。勘違い、何がですか。努力は努力とも思わんやつが成功するねん。努力ってのは言い訳のための言葉ちゃうぞ。努力とも思わん。現在進行形で努力してるやつなんて一人もおらへん。過去を振り返った時それは結果的に努力であるねん。結果的に努力。成功ってのは別に億万長者とか金メダリストの話をしてるんじゃない。お前の生きてる世界のスケールでの話。一生パチンカスか大人になるか。成功もしてないのにまるで成功者のセリフ並べてくる。なんやねんその顔。なんでそんな自信満々やねん。いやいや、私の人生はもう決まってるもん。どういうこと。幼少期はゲームを楽しむ。小中は学習能力が高い時期やから知識を詰め込むだけ詰め込む。その先は国立大学に入学してありとあらゆる学問を学びながらエンジニアとしての技術を同時並行で得ていく。卒業してからは経験のために数年は就職して実績を積むけど、30行く前には独立して得した技術とパイプでキャリアを駆け上がっていく。50までには売上高10兆円以上の大企業を設立して後に余生を暮らす。これが私の人生設計。聞いてておとぎ話より現実味がないねんけど。お前は持ってるんか人生設計。いや、パチンカスが持ってるわけないよな。なんで聞いて。まあな、気持ちはわからんでもないよ。え、そんなもん人から言われるのわかってるよな。口から文句は出るけど自分が一番自分のこと嫌いなんよな。誰かにバカにされるのはムカつく。でもふと我に返って自分のこと嫌いになるんよな。なんで俺はこんなにムカついてんねんって。これといった友人もいないとな、感覚麻痺してくるよな。自分の異常性に気づけんのよな。誰も教えてくれへんもんな。気づけば一人になってるだけ。自分はついてないって笑えるよな。全部誰かのせい。他力本願のくせにたぬきばっかり。自分は何も持ってないのに他人は小馬鹿にする。全部自分の生き方が麻痺で結果やのに。鏡で自分見つめ直してみろ。お前化け物やぞ。いや、お前も化け物やぞ。デュエル、珍しくマイクラしてるやん。今日はマルチプレイしてる。マルチ。隣のガキにマイクラ教えてやってる。ああ、桑原さんちのお子さん。よかった。文句ばっか言うてくるからどうなるかと思ってたけど、子供同士は仲いいんやな。師匠、見てください。何これ。おう、なんかしっかりデュエルが教えてる感じやん。人に教えることでこの子の人間性も育てられるし、いい相乗効果を生みそうやな。これは牧場です。動物をたくさん飼えば食糧難にもならないし、間違い豊かになる。牧場はマイクラの基本だと教わりました。へえ、かわいいな。小学生やけど意外としっかりしてるやん。師匠？師匠って呼ばせてるの気になるな。その情報を誰から教わってん？参考書です。燃やしてもらえ、そんなもん。え？
そんな役にも立たん情報を書き連ねるクソガキトラップタワーみたいな本のために切り倒された森林があるなんて嘆かわしいな。ようわからんけどやばいこと言うてない？それ非効率。非効率。食料は全自動で量産できる鶏が一番。いやでも豚とか牛とかいっぱいいた方が可愛い。向けば全部肉やろ。一周回って究極の平等主義者。黙ってこれ作っとけ。何ですかこれ。焼き鳥製造機。出た。ニワトリが勝手に卵産んで勝手にヒヨコになって勝手に育って勝手に焼き鳥になって勝手にチェストに収納されて勝手に食料が溜まっていく装置や。もはや手を出さなさすぎて自然現象みたいになってるやん。すげえ。感動するな。その道はもう戻ってこれへんぞ。師匠これを見てください。何これ。村人です。やっぱり村にはたくさん人がいた方がいいと思うから頑張って増やしました。へえ、人がいれば活気づくししっかりと村って感じするもんな。それ非効率。非効率。隔離しろ。え？なんでこんな自由にしとんねん。村人は装飾じゃないねんぞ。誰もそんなことは思ってないやろ。使うもんや。装飾どころか道具や思ってるやん。国民一人一人に番号をつけろ。働かせろ。小麦とか人参を納めさせろ。この国の設備使っとるねん。それが義務やろ。義務が果たせんやつを殺せ。犯罪者や。溜め込めさすな。適度に法という名の略奪をしろ。生きてる人間はみんな等しく労働者や。そこに大義はあるんか？これが現代日本の縮図。そんなことはない。そんなことはないで。師匠、さすがです。感心するな。それは深淵やぞ。せっかく一緒にやってるから、師匠、冒険に行きましょうよ。冒険？はい。いいやん、いいやん。二人で装備揃えて冒険とか微笑ましいやん。それ非効率。非効率。無駄に冒険してる暇あるならトラップタワー作れ。出たトラップタワー。人類の科学は殺戮と共に進化してきた。トラップタワーは原点にして頂点。ありとあらゆるアイテムを効率的に収集できる。剣振るのは凡人。一流は頭で戦え。それ楽しい。見ろ、これがトラップタワー。ジレジレになる。何百匹、何万匹の駆除。あかん。敵やとしても心痛まんの。こいつらはゲームのキャラとして生まれながらなっていく。それが全て。さすが師匠。尊敬するな。わかった。これが本当のマインクライトや。はい。そんなことはないで。今から1時間以内に言ったこと全部直してこい。焼き鳥製造機とトラップタワーを作ってこい。ブラック企業顔負けの地区詳細やん。わかりました。イエスマンじゃろくな大人ならんぞ。嫌なことは嫌って言え。師匠、師匠これ。何これ。師匠が作ってたやつ真似して作りました。何これ。焼き鳥製造機です。お前な、お前がどうしても私とマイクラやりたいって言うからわざわざ投稿版買ってあげたのにな。なんなんこれ。辛口なタイプの師匠や。焼き鳥製造機です。ゴミ壊す。本当はゴミだった。かわいそうやて。ヒヨコの高さは 0.35 ブロック。親鳥の高さは 0.7 ブロック。マグマの高さを設計しないとこれじゃ成長しても燃えへんやん。サーバーを重くするだけのゴミ。それを踏まえて私は救済した。いや爆破させんでも。ありがとうございます。もう洗脳されてるやん。ちなみに村人も隔離して管理しました。これが001でこれが002です。数字読みまで待ちしてるって。おい、ニート生きとるやんけ。え？この無職や。いやでも、村は仲間やし。雑草はまみけ。ここに生活保護はない。かじる親のすねもない。公正の余地もない。厳選しろ。国のためになる人間しか必要ない。貢献できるものがないならさっさと来世に期待しな。ドクターストーンの敵役みたいな思想。わかりました。ニートは苦労します。怖い怖い。もう怖い。最後にトラップタワーです。へー。割とようできてるやん。意外と好印象。ジュエル？わかる？このブチブチって言うと。ジュエル？ジュエル？この弾幕弾のような夢のような声が、心を軽くするよな。ジュエル？わかります！もう手遅れやな、これ。次はエンダーマントラップタワー、ゾンビピックマントラップタワーも作らなあかん。お前のクラウタードはまだ始まったばっかやぞ。はい！仲ええなら、まあ、ええか。ジュエル見て。何？刑務所から脱獄した人がおるねんて。これって近くの刑務所やんな。そやな。怖いわー。物騒な夜中になったよな。アホやろそいつ。え？脱獄したところですぐ捕まるってのに。そうとは限らんで。意外と逃げ切るかもしれんし、仮に捕まるとしてもさらに重い罪を重ねる。おい動くな。運転手、 B 級車にある B 級式場に向かえ。いや、え？いいから早く。あ、はい。ジュエル、バスジャックや。ババ。ジョイもおとなしくしろよ。勝手なまねせんかったらすぐ解放されねえから。やばい、ジュエル、バスジャックやって。お父さん、静かにした方がいい。でも、やばない？日本でこんなことある？静かに。なんでこのバスなんや？よりによってこのバス。うるさいぞ、お前。ほんまにうるさい。ごめん、でもなんでなん？わしが今日にかけてバスで行こうってしたから。ちょ、うるさいって。何をずっと喋ってんねん。うるさすぎ。ちょっとこいつだけでも下車させてもいい？わしバスジャック犯よりもヘイト稼いでるやん。お前も何してんねん。早く車出せや。いや、早く出せ。無理です。早く出せや。渋滞ですって。早よ。渋滞やって。そらそうや。渋滞やもん。なんでやねんくそ。間に合わへんやんけ。俺は何のために脱獄してん。アホやな。何やお前。ジュエル、何してんの。お前脱獄犯やろ。ジュエル、どっからどう見ても渋滞やん。どんなタイミングでバスジャックしとるねん。目的地どこか知らんけど計画性のなさが見えるよな、お前に。そらないやろ。あるやつは普通に乗車して普通に降りるねん。下車した方がいいんちゃう。下車。でも恥ずかしいよな。バスジャックしてすぐんで登場してすぐ下車するの恥ずいよな。人生でこんな恥ずいことある。お前、脱獄なんかせん方が気は楽やったやろうにな。もう人生も下車しようかな。まあそんな悲観するなって。誰のせいや思てんねん。お前なんでバスジャック、いや脱獄なんてしてん。それは
今日、娘の結婚式。残念。間に合いそうにないな、ご愁傷様。ひどない。多分やけどな、タクシー乗った方が早いで。一緒やろ。渋滞してんねんから。あ、そっか。おー、IQ95。勝手に人の IQ 査定すんのやめろ。と72。わしの IQ タコと変わらんやん。デュエル?なんとかしてやれんかな。なんで?わしも親としてなんかほっとけんというか、別に悪さはしなさそうやし。そんなんわからんくない？いや、そうやけど。それでもし事件が起こったら責任取れるん？取れません。忘れてください。はぁ。普通に電話かけるやん。まっすん、ちょっと聞きたいことあるねんけど。誰?うん、そう。私の位置から30分以内に B 級式場に行けるルートを参集してほしい。うん、難しいのは分かってる。それで無理なん？ああ、はい。なるほどな。それで？うん、はいはい。分かった。さすがやな。分かった。オッケー。今度一緒に認定戦やるから、それでいいやろ。まっすぐいつになったら成長すんねん。FPS だけはほんまに下手やな。まっすぐ誰やねん。まだギリ間に合うかもな。ほんまに。まず早めにこのバスから逃げた方がいいぞ。なんで通報してるから、警察来るで。通報してるやん。すごい方持ってくれてる風でちゃんとしてるやん。最寄り駅から37分発の地下鉄で東町駅まで乗って、そこから52分発ちょうど快速に乗り換えて3駅、B 級中央駅に着く。あとはまあ、ダッシュやな。それでなんとかなる。お前の頑張り次第やな。ありがとうございます。でもな、ほんまにええんか？え？ほんまに結婚式に行ってええんか？どういうこと？絶対煙たがられるで。今更な、親ずらして来られてもな、娘だけじゃない。会場の全員驚愕やで。結婚式どころじゃない。だって、アフラシ現れてんもん。娘のためを思うならもう出しゃばるなよ。犯罪者の娘としてレッテル貼られながらも、ようやく普通の幸せつかもうとしてるのに、親父登場もう、お前最強のエゴイストやろ。お前は一度社会からはみ出てもてん。罪を償ってない。そんな奴が娘に会って何をしてやれんねん。生き方も立ち振る舞いも考えな。首を絞められるのはお前だけじゃないねんぞ。大切に思うなら、踏みとどまれよ。自首します。何しに出てきたん？この親子二人ともやばいやん。さて、今日の晩ご飯も帰ったしさっさと帰ろか。うん。ジュエル、どないしてん？ジュエル？あのババア、怪しい。ば、ジュエル！言葉遣いをもう少し気をつけないと取り返しのつかんことになるで。って言うてるそばからもういなくなってる。何やっと？びっくりした。いきなり隣に立たないでちょうだい。何言って普通に買い物してるだけでしょうが。値引きシール貼り替えてたやん。はは？何を根拠に？この 20% 引きシール、そっちの弁当に貼り替えてたやん。そんなことし。やってることしょっぽ。70年近く生きてきてまだこんなことやってんの？すっかすかやん。こと訴訟症みたいな人生歩んでるやん。やからやってない。なんでそんな悪気で働くん？仮に頭に浮かんだとしてもさ、やらんくない？普通。そういうとこの神経が人と違うんやろな。やって。こういう老眼にかけて長生きしよるんよな。はぁ、不条理よな。なめ腐れやがってこのガキ。ジュエル、あんまり老人煽ったらあかんやろ。高血圧で血管切れたらどないすんねん。お前も十分煽っとるねん。こんな不正がまかり通るわけがない。今すぐシール戻せ。青二歳が。今さらそんな言葉で私が引き下がると思うの。何年この右で生きてると思ってるのよ。周りに迷惑をかけるな。そんなんやから歯が黄色なんねん。まっとうに生きてる人間なんてどこにもいるわけがないのよ。みんな少しずつズルをして生きてるの。大人になればそれを隠すのが上手になるだけってこと。その汚れた歯も心もホワイトニングしてもらえ。なんとでもいいな。大人ってのはね、いざとなりゃ鬼にも悪魔にもなれるんだよ。一つの黒いピースも見逃せないなんて、いつからそんなに世界が綺麗だと勘違いしてるんだい。だとしたら生まれ落ちる世界を間違えたね。あの、外でやりませんか。たかがこのお弁当が数十円安くなるだけ。店員も気づきもしない。この弁当もどうせ私が買わないとフードロスになるのよ。それを考えれば私が食べてあげる方がよっぽどマシでしょうが。問題を転化してる。それがお前の罪を正当化する理由にはならない。これだからお買い物は、視野が狭すぎるのよ。一つ一つが全てクモの巣のように繋がっているの。問題ってのはね、そういった小さな原因が積もって肥大化してるのよ。なら正規の値段で買えばいい。話を大きくしてるだけで得してるのはお前だけ。このシールが貼られてるから私は買うの。お前が貼ったんや。貼られてなければ買わない。だって私フードロスなんて死ぬほど興味ないもの。なんやこいつ。でも貼られてなければ誰もこの弁当を買わない。このままだとゴミになる。そんなゴミが数十円の値引きで済むくらいなら私もお店もこの弁当だって、すべてプラスの増量効果を生む。そうでしょ？プラスマイナスが自分引きすぎる。客観視できてるようで主観が思考を占領してる。二人とも思想強ない？そんな大きい話でも何でもないけど。まずこの弁当をお前が買わないとフードロスになるっていう前提がおかしい。誰が買うねん、こんな粘土に調味料をぶっかけたみたいな弁当。せめて安くあれよ。それがせめてもの救いのタイプの弁当やろ。特級呪物やろこれ。こいつの言い分おかしい。お父さんもこいつに何か言ってやって。まあそりゃ安くなるのは嬉しいことですけど、そこまでやるほどのことじゃないと思いますよ。じゃあお前が私の晩飯作ってくれるんか？なんでそうなるん？てかこれって私人逮捕ってやつよね。そうよね。いいのかしら、そんなことやって。で、警察でも神でもないのに一般人を裁く、そんな権利あんたにあるのかしら。言葉の節々に思想の強さが見て取れるな。で、身の程わきまえな。あんたは脳みそ空っぽにしてゲームのことでも考えてればいいのよ。で、お前で大王か。死にたいよ少子。私はお前が犯罪を犯す前に注意してあげてる。つまるところ救世主。ありがた迷惑じゃん。これやから老害はな。いや、まあええか。なんやねん。いやもう好きにしたら。なんやねんその顔。こんな年でこの行動はもう無理やな。救えんわ。
ちょっと掘り返したところで意味ないよな。倫理観とかモラルとかが地層になってるもんな。カチコチやもん。すべてが今更やわ。今更。まあでも気持ちはわからんでもないな。大人になったらな、間違ったことしてても誰も教えてくれへんもんな。仮に指摘されても自我が異様な形で成熟してもうてるからな。聞く耳持たんよな。お前はその年まで自分が異質やと気づかんかったんやな。社会不適合者の最終進化系やろ。あれ意味かわいそうやな。もう変わり余地もない。生まれ変わった方が早いよな。でもな、お前みたいなやつも一定数社会には必要やと思うねん。ある種のヘイトタンクの役割として。やっぱり嫌われ者がおるとな、その他は一致団結するもんな。自分よりも下で嫌われてて、正論というのを集団圧力で除外してても誰にも文句が言われない。でもお前みたいなやつは精神がずぶとくて早々へこたれへん。あれ味方によってはお前めっちゃええやつやん。あ、社会ってすごいよな。どんなやつにも存在意義はあるんやな。私もさ、お前に感謝するべきかもな。下を見てると安心できる。今手を出しても正当防衛になりますか。かかってこいや。煽るな。やるわ。腕の肌折れるやろ。お前にこっち訴訟しようなんかい。なあおい、私の話聞けって。何やねん。これ私が悪い？何が？これお前の飼い犬のうんこよな。は？うんこ踏んだのは私が悪いんかな。知らんわ。うんこ踏んだ私が悪いのか、飼い犬のうんこ放置したお前が悪いのか、これどっちやろ？放置したん俺ちゃうわ。私の過ちなのかお前の過ちなのか、これはどっち？だから俺ちゃうって、証拠でもあるんか。そうよな。そうよな。お前がうんこを放置しなければこの事故は起きんかったよな。いや放置してない。それが分かっててなんでうんこ放置したん？え、聞いてる？教えてや。なんでうんこ放置したんよ。え、俺自白したっけ？めんどくさいやと？今そんなん言った。犬しかりペットの糞尿の放置はマナー違反、最悪の場合刑犯罪法にかかって犯罪になる。あ、犯罪なん？ペットの騒音や糞尿の放置は少しずつ社会問題になってる。飼い主一人一人の意識が足りてないと問題は深刻化して、自らそしてペットたち生きる道を狭めていくことになる。そんな大げさな。お前は飼い主としての責任を全うしてない。めちゃめちゃ可愛がってるし。可愛がればいいだけじゃないねん。お前みたいなやつはな、なんとなく生活のクオリティが見えてくるよな。いや、どういうことや。どうせまともに自炊もせずに、火曜日の燃えるゴミの日も出すのめんどくさくて、家にゴミ袋溜まってるやろ。ダンボールも溜まってる。どうせ人からのメール、LINE に返信するのもめんどくさくて、未読の通知が3桁とかになってるやろ。迷惑メールばっかりやから。どうせ通帳管理が下手くそで、奨学金、家賃、その他諸々滞納癖あるやろ。俺の解像度高ない。臆測でこんなに当たる。自分の面倒も見れへんような人間はペットなんて飼うな。それがお前自身のためでもあり、ペットのためでもあるね。そんなん、飼ったことないとか簡単に言うてるだけやん。しかもさ、お前の場合こうして実害が出てる。もうこの靴は履けんよ。もうこれうんこやん。それうんこなん。うんこやん。じゃあお前これ触れる？靴なら別に触れるよな。でもうんこやったらどうや？触れる？上の方やったらいけるで。空ぐらい行かなあかんやろ。なんでどうや顔。今回は多めに見たるけど、改めな。損するのはお前やぞ。ジュエル。あ、お父さん。お父さん。ジュエル、こんなとこで何してるんや。こいつが放置したうんこ踏んでもてん。うんこ、最悪やん。そこら中にこいつのうんこあるで。お父さんも踏んでない？俺のうんこになってる。うっせやろ。踏んでるやんけ。お前のうんこ踏んでるやんけ。おい、俺のうんこではないって。昨日下ろしたばっかりの新品やぞ。いちいちうんこになってもたやんけ。どうしてくれるねん。でも他にもうんこ放置してるやついるやん。他に誰が外でうんこするねん。いや俺だって俺のうんこじゃないねんって。誰のとかペット飼ってない人からしたらどうでもいいねん。放置されてるのを見て全体の悪印象につながる。誰のは結構重要やぞ今は。でも、これ、俺が全部悪いんか。その靴に関してはわざわざ踏んだ方にも少し責任が。なんでわざわざ踏むねん。お前おかしないか。ちょっとうんこ踏んだからってそんなに怒るか。うつ心狭すぎん。お前が動物好きやからって全人類が動物好きやと思うなよ。え、こういう人間もおるってことや。え、ペット飼ってるやつとか動物が好きなやつって自分が優しい人間やと勘違いするんよな。逆に動物が好きじゃないやつを心が狭いやつとか冷たいやつやと勝手に決めつける。そこまでは思ってない。ペットは家族の一員。はたから見たらただの動物やから。どう思うか、どう接するかが飼い主の勝手やけど、うるさかったり臭かったりすると純粋に迷惑なんよな。それを注意すれば心が狭いって笑えるよな。自分の価値観押し付けてくんなよ。これ何の話？ペット？ペットだけやない。人間も等しくそこに例外はなく定められた決まりの上で生活してる。どうりゃ他人の私有地に糞尿をまき散らし、それを何食わぬ顔で放置することに異常性を感じん。お前はもう末期やで。何食わぬ顔で放置するな。頼むから。ルールの上で買ってくれよ。お前みたいな奴がおるから飼い主ペットそのもののイメージを低下させる。それはお前自身がペットの生きる道を狭めていることに他ならない。飼い犬を大切に思うならお前が間違った対処を選択をしてはならない。させれば全員が共存できる社会の形成ができるのやから。はい、すいません。でも俺のうんこではないです。ジュエル、今日はすき焼きやぞ。いつも頑張ってるしな。正月くらい奮発してもええよな。割と高い牛肉買ったから絶対うまいぞ。うちの子、食への興味が欠落してる。YouTuber の結婚報告くらい興味ない。やめなさい。わぁ、ひったくり、わしのカバンがバチられた。おい、返せ、クソ。こういうので大体女のやつ狙うやろ。なんでわしないねん。その発言もなかなかやと思うけど。財布の中身は4万。まあ、ぼちぼちか。これでいった貴重品もなくて、カバン自体も大したブランドじゃない。今回外れやな。最悪や。ん？なんやこれ。なんか宅配頼んでたっけ。わかったわかった、出るって。あれ？開かへん。なにこれ開かへん。え？なに？おい、どうなってんねん。おはよう。
リッキー、さっきひったくりにあったものやけど回収に来たで。あ、え、4万入った財布と折りたたみ傘と牛肉と糸こんにゃくが入った無印良品のトートバッグ返してくれや。なんでここが分かって。 GPS も入っとったやろ。気持ち悪い。なんで GPS 入れとんねん。私は所有者としての責任を全うしてるだけ。ありとあらゆるリスクを想定してる。誰が無印良品のトートバッグに GPS 入れるねん。リスクもクソもないやろ。リスクもクソもない。こっちはひったくりにあっとんねん。そうっすね。はい。一応お前の原付はこっちで預かってる。預かってる。これも一応やけど玄関だけじゃなくてベランダの方にも人員を配置して塞いでる。一応ってなんなん。心配せんでも原付は預かってるだけ。お前の対応次第では無事。無事じゃない可能性があるんですか。取引しよう。取引。お前が持ってる私のトートバッグを返してくれ。すれば全て元通りや。返します。返しますから原付はやめてください。買い替える金ないんです。じゃあ早よ出てこい。あのドアが開かないんですけど。当たり前やん。塞いでるねんもん。いや、え、塞ぐ。早よ出な。お前の原付は無事じゃ済まんぞ。あの。ちょ、え、なんで塞いでんの？出てこいって。あ、開けて。はい、壊しまーす。これもはや拷問じゃない。なんで僕閉じ込められてるんですか？逃がさへん、食べやん。お前、許してもらえると思ってる。朝やからな。怖いって。お前どうせひったくり初めてじゃないやろ？え？私だけじゃない。何人もの犠牲者がおる。それを都合よく盗んだものを返すだけで許してもらえるわけないよな。ひったくりは窃盗罪、状況によっては強盗罪、強盗致傷罪などが該当する。主犯でいきなり実刑判決が下される可能性もあるねん。そんな罪を犯してるお前がごめんなさいだけで済むわけないよな。警察わかるやろ。お前も終わりなんだよ。この状況だとお前も何かしらの罪になりそうやけど。でもまあ気持ちはわからんでもないよ。え、お前無能やもんな。無能。だってこんな数万のために犯罪何度も繰り返して常習化すればもちろん捕まる可能性も上がるのに、そんなことしないと生活できひんって無能やろ。世の中にはな、不労所得で何もしてない間に数十万稼いでるやつもおる。ちょっと仕事するだけで数百万稼いでるやつもおる。そんなん聞いたらさ、まともに働く気も失せるよな。自分はこんなに頑張ってるのにって叩きたくなるよな。なあ。なります。でもな、どんなに叩いたってそれができひんお前が悪いよな。資格あって学歴があって経験あってちゃんとした職についてる方が安定してるのってわかるよな。でもお前の場合何もない。何もなくて職についたところで先週300万もいかん。安定されたところでそらひったくりで小銭稼ぎたくなるよな。自首します。必要ないわ、もう警察来とるねん。あ、はい。まあ一回ここで死んだつもりで頑張れや。まあ先は長いしな、お前が思ってるよりも選択肢はたくさんあるもんやで。諦めるにはまだ早いぞ。はい、あの、開けてください。な、何これ、やばい、え、全然言うこと聞かんし。ちょっと待ってくれ。なんでおい、あかんて。さっきからうるさいな。ジュエル、わしのパソコンがスイカに追いつくされていく。どうなってんの。これコンピューターウイルスやな。ウイルス。パソコンにあるあらゆるデータがスイカに侵食されていくスイカウイルス。ファイルを非表示にしてでもお構いなしに全てをスイカの画像に上書きされる。わしの移動データがじゃなくて職場のデータとかも入ってるのに。パソコンはプライベート用と仕事用を分けろ。じゃないと一発で全部いかれるぞ。全部いかれるって、どうしようジュエル。どうしようもない。あ、またファイルが一つスイカになった。これがほんまのスイカゲームやな。言うてる場合ちゃうって。ジュエルなんとかして。どうしようもない。嘘やろ、これ20万はしてんで。今月だいぶ厳しいのに買い替える金なんてないで。はぁ、あ。ちょ、まっすん。まだまっすん。お父さんのパソコンがコンピューターウイルスでいかれた。修復できる？おいおい、嘘やろ、どんどんセキュリティも頑丈になってるのに、シンプルに感染って、今の気配なんで。無様よな。わしめっちゃ叩かれとる。それで、できそうなん。今どの段階かによるね。画面がスイカだらけになってるな。じゃあ、買い替えた方が早いで。侵入されてすぐとかやったらまだしも、データもほとんど残ってない。もうスイカゲームやん。もうええで。難しそう。それ買い替えた方がええらしい。そんな、嘘やろ。まず、こんなもんどっから入ってん。コンピューターウイルスの侵入経路は様々。メール、ファイルのインストール等が主流。インストール、どうせな、しょうもないもんインストールして。わざわざインストールして手元に残そうとする、その醜悪さ。10円セールで済ませばええのに、アホやな。グーの根もで、でもそこまで重たいファイルじゃなかったのに。実際のウイルスデータは数メガバイトしかない。それを偽装するために拡張子にあった無意味なデータをファイルに詰め込んでる。やからファイルの重さは関係ない。でも拡張子とか別に普通やったね。ちゃんと MP4 やったし。拡張子とかも偽装してる。徹底してるやん。そんなすごいんコンピューターウイルス。スイカウイルスはまだ可愛い方。もっとすごいウイルスの場合、LAN経由で他のデバイスにも侵入したりする。データを人質にとって金を請求したりもする。これはただの嫌がらせやからまだマシ。全然マシちゃうわ。全ロスしとんねん。まあでも借りは返す。え？まっすぐ頼むわ。いや、どこ行くん？このパソコンどうすりゃええねん。そうか、なんでこんなことに。そうそう、パソコン交換、とんでもない量のデータ入っとるやぞ。はい、パソコンは残念やったな。お前なんやねん、誰やねん。お前のことは調べがついてる。49歳、 IT エンジニアとして6年前まで働いていたが、不当解雇を受け今は無職。社会そのものへの恨みからコンピューターウイルスをばらまいてる。他にも詐欺まがいの行いをし、不当な収益を得てる。ざっと計算しただけで数万台のパソコンが感染し、その被害額は20億近い損害が出てる。それを都合よく許してもらえるわけないよな。こっからやったらよく見えるわ、お前のまぬけ面が。どこあんねん。ざまあねえよな。お前には関係ないやろ。俺はどこの誰かなんて。もちろんその数万台のうちの被害者やで。くそ、
お前がもたらした被害が甚大で、到底許されることはない。もちろん叱るべき罰が下る。罰？いや、通報だけは。悪い、もうした。ふざけんなよ。逃げた方がいいんちゃう？もう無理やろ。逃げな、間に合わへんで。いや、もう無理やって。お前ならいけると思うけどな。今、橋かけんな。情緒ぐちゃぐちゃなとんねん。通報だけはって。仮に捕まっても問題ないやろ。問題ない。あ、どういう？お前何もないのに。何も。まあ、気持ちわからんでもないよ。何が？自分に自信あったんよな。昔から周りよりもできてたから。IQ もそれなりに高くて、やることもそれなりにうまくいって、天狗になってたんよな。でもな、社会に出たら自分よりもすごい奴なんて5万とおってな、低の扱い、ざまあないよな、まさに胃の中の数。プライドだけ無駄に高いから解雇された時も納得いかんかったんよな。俺はうまくやれてる、他にもっとできんやつおる。わへんいるよな。社会は個人のスキルだけで評価されるもんじゃなくて、周りとの協調性も見られる。それは仕方がない。でもお前は自分のスキルそのものが足りてないって気づいてないもんな。ちゃっか、その事実から身を背けただけか。偉そうな態度取って誰とも関わってこんかったから、助けてくれる友人も家族もほら、お前も年齢的に人生半分終了してんねんで。それで今何を持ってるん？これまでの人生で何を得たん？何も持たず社会の歯車にもなれない。お前からの不良品やけ。もうすべて終わりにします。どうもい、どうもい。邪魔すんなよ、お客様、危ないです。線路から離れて。ええから、この角度の写真が欲しいね。ちょっとお前らももっと線路から離れてくれ。写真に写るやろ。ちょ、お客様、いい加減にしてください。他のお客様にも迷惑がかかりますんで、これだけ撮らせてくれや。ああ、よしよしよし、完璧なカットやで。あ、おい、そこの子供、のけて。おい、聞こえてるやろ。もう電車来るねんて。おい、お前や、お前、おい。なんでやねん、もう。お前なんやねん。お前、どうしてくれんねん。あの電車取りたくて現場内でわざわざ来たんやぞ。もう、私に言うてる。お前に決まってるやろ。他に誰がおんねん。ごめん、聞いてなかった。もう一回言って。はぁ？聞こえてないわけないやろ。もう一回言って。やから、お前の話なんて興味ないわ。もうどうすりゃいいねん。お前何様のつもりなん。何様？社会にはルールってのが存在してる。それは法によって定められている場合もあれば、そうでない場合もある。けれど、それをみんな暗黙の了解として理解している。お前はそのルールからはみ出ている異分子。異分子。はみ出るのは勝手にしたらいい。けどこっちは譲歩しない。その道は修羅の道やぞ。覚悟して歩めよ。修羅。お前みたいな奴が同じ哺乳類なんてこっちが恥ずかしいわ。人というくくりにすら入れてもらえへんのや。でもある意味自分から嫌われに行くって波の人間にはできひんから尊敬する。あは。他者から得られるステータスとは気にせえへんのやろ。じゃないとあそこまで自己中になるのって無理よな。お前の大切なものって電車以外ない。いや俺は普通やって。普通じゃないって。お前は特別な存在なんよ。クソ煽られとる。電車取りたいからってホームで怒鳴り散らかして。電車って取るもんじゃなくて乗るもんやから。周り見てみ。お前、社会からはみ出てるで。他にも電車オタクなんていくらでもおるやんけ。電車オタクが悪いなんて一言も言ってない。バカはすぐワードに引っ張られて安直な答えを出す。頼むからもう少し真髄を理解してくれ。な、いや、え？本当に迷惑してるのは真っ当な電車オタクやぞ。お前みたいな奴のせいで全体のイメージ下がるねんから。俺のせい。一握りのお前みたいな悪質な奴のせいで、電車オタクイコール悪みたいな風評被害を受けることもある。私は電車オタクを批判してるんじゃない。お前を批判してる。でも問題はそこじゃないか。どういうこと？お前が電車好きなのが悪いってこと。お前がアニオタでもドルオタでも変わらん。お前という存在が異分子である以上、属するオタクへのイメージを低下させる。そんな生き方しかできひん。お前は一番の被害者でもあり加害者。こんな言われる。まあでも、気持ちはわからんでもないな。え？運動も勉強も友人も恋人も何からも誰からも愛されへんかったんよな。自分一人やと思い込んで、電車だけやったんよな。電車だけが救いやったんよな。でもな、お前が誰からも愛されへんのは。お前が何も愛してないからやねんって。勝手に相手のせいにして殻に閉じ込むって全部嫌になって、神様に八つ当たりしてみたりな。情けねえよな。いい加減気づけよ。無償の愛なんてないんよな。お前が何かに誰かに捧ぐものがないんやったら、そら何も返ってこへんのよな。それを時間の無駄とか、やるだけ無駄とか、損得感情でしか測られへんのやったら、一生一人でおったら。何かを得てる人ってのは無駄でもダメでもトライアンドエラーで頑張ってるんよな。それを始める前から諦めてるやつなんて誰も相手にするよな。電車が好きなのはいいよ。でもお前、無機物に愛を注ぐだけで人生終えるん。親が引いたレールの上走りたくの人生、友人恋人なし、宇宙列車やん。ごめんなさい。まあそんなへこくなよ。誰のせいやねん。お前はまだ若いねんからどうにでもなる。やめ直さんでもいい。ここから始めれば済む話やねんから。あ、だけ半端ない。仕事だるいな。まだ火曜日、学生の頃に戻りて。遊ぶ女もおらんし、帰りパチンコでも寄るか。あ、戻るか。あー、今日は大賞や。よかったよかった。ただいま B 級市にある B 級山が大規模な山火事になっており、とても危険な状態で消防隊が消火活動に当たっております。現時刻で死者の報告は上がっておりませんが、未だ避難していない近隣住民の方は早急に避難してください。またくれぐれも近づかないようにしてください。発火原因は不明とのことで、消火活動が済み次第調査に当たるとのことです。え？俺ちゃうやんな。いや、俺か。え？めっちゃ燃えてるやん。めっちゃ燃え、嘘やろ。どうしよう。え？どうし、え？まあ、周り誰もおらんかったし、気づかれてないはずや。うん。変なボロさえ出さんかったらバレん。うん。この時誰やねん。あ、はい。もしもし。私は見てたで。あ、はい。
私は見てたで。何が？私は見てたからな。何これ？いたずら電話？山火事ってどんな罪に問われるか知ってる？罪？病の放火は森林法違反になる。それが故意か否か、所有している土地かどうかで罪の重さも変わるけど、悪質な場合、罰金刑ではなく懲役刑にもなる重い罪。ちょっと待ってくれ！まだタバコのポイ捨ても軽犯罪法に触れる可能性がある。お前はもうモラル違反者じゃない。ただの犯罪者やねん。あ、犯罪者？喫煙所で吸うわけでもなく、挙句の果てにはタバコをポイ捨てって、モラルのかけらもないやん。見られた！もちろん動画も撮ってるで。動画も撮ってる！完璧に証拠残されとる！私もまさかあそこまで大事になるとは思わんかったわ。火がついたまま捨てるとはさすがにお前は侮ってた。この動画どうする？どうするって！お前の勤めてる会社に渡せばクビやな。何が狙いやねん！金か！金欲しいんか！いくら渡せばええねん！必要ないよ。もう会社に渡したから。どういうこと？お前の人生ここからハードモードやな。いや、は？え？ちょ、え？お疲れさん。いや、じゃ、なんなんこれ？目的が何？別に、暇つぶし。暇つぶしで直接引導渡しに来た。こんなんしゃあないやん。話見たくなるもん。何が？不可抗力やん。どういうこと？お前の人格が素晴らしいねんもん。素晴らしすぎる。こんなん、100年に1人の逸材やて。俺、橋本環奈の動画ってなん？どうせお前みたいなモラルが欠けてるもんはな、平気で身体障害者用の駐車スペースに車止めるやろ？え？どうせな、コンビニに置いてある客の傘とか平気でパチっていくもんな。いや。どうせ、平気で海賊版の映画とか漫画読んどるやろ？どうせ、平気でバスとか電車の2人席で窓側にカバン置いて2人分のスペース占領してるもんな。お前、波の犯罪者よりも立ち悪いぞ。それは言い過ぎやろ。どういう風に生きてたらそんな平然とポイ捨てできるん？モラル違反できるん？原子レベルで間違えてるやん。こんな言われる？道徳の対義語みたいな存在やもん。お前みたいなやつでどこまで行っても消えへんよな。じゃあ絶滅危惧種みたいなしぶとさやん。何だお前、ボラが吸いやがって。こんなよっぽどの怒りポンチ、意識改革、いやもう意識革命を起こさな無理やわ。革命？顔革命。関係ある？人格革命。革命って何なん？思考革命。革命ばっか起こすなよ。フランスか。まあタバコのポイ捨てしかり、それだけ問題起こしてたらしゃあないよな。これまでのツケがやっと回ってきただけのことやん。そこに悪意があろうがなかろうが、小さな違反が肥大化して大きな問題につながることもある。お前はいずれ犯罪者になることが確定しててん。それどころちゃうって、会社もクビになるし捕まるやん。まあでもな、その気持ちはわからんでもないよ。え？お前もう完成形やもんな。お前みたいなやつって一体どんな要因で完成するんやろ。お前持ったもの？教育？友人関係？異性関係？相互作用とかもあるんかな。そら悪は悪と理解してなかったらさ、改めることもできひんよな。確かにお前仕事できて将来有望なんかもな。でも気づいてないだけで周りから嫌われてるで。お前みたいなやつが嫌われてないわけがないもん。どれだけカタログスペックが良かろうとさ、それを全て台無しにするだけのそいつがあるねんて。やってな。あげくには山もやつねんもんな。お前にはあと何が残ってる？信頼を全てロスしたよな。でも、友人とか同僚が助けてくれるかも。あるわけないやん。現実見ろよ。お前の周りにおる人間はお前が利用価値あるから近くにおるねんて。他人を利用してるつもりになってるかもしれんけど、お前が利用されてることにいい加減気づけよ。お前が気づいてきたのは友情や信頼なんかじゃない。自信過剰もほどよにしろよ。自首します。おめでとう。これでお前はまだ成長できる。そもそもこいつ誰なん？そこのお嬢さん。え、私すごくいいもの見せてあげよう。いいもんって何？それはね、これや。よし、イメトレはバッチリや。今日のターゲットはあのイカれた格好した女や。最後にもう一回おさらいしとこうかな。それはね、これや。これやって何？わ、え、誰？これなんなん？いや、え、もう一回やってみてや。もう一回。見せ方が悪いわ。一回後ろ向いてから素早く振り返った方がいいんちゃう？なんか変わります。変わる、だいぶ変わる。練習台になったるわ。練習台、こんな小さい子相手に。じゃあ、俺でもいい。何なんこれ。改めて聞かんといて。こっからどうするつもりなん？どうするつもりなん？いや、こっからどういう展開を見せてくれるん？言わなあかんの。どうなる予定なん？ここ悲鳴を上げて逃げていくというか。逃げた方がいい？え、一応悲鳴も上げとこか。めっちゃ配慮されてる。まだ間に合うかな。いやもう許してください。俺の負けです。当たり前やろ。お前生まれながらにしての敗北者やねんて。こんな残念性癖引き当ててもうてる時点でまともな人生歩めんやん。ボロカス言われとる。ここまで弱者男性が過ぎるとさ、もう尊敬するよな。尊敬。シンプルな疑問やねんけどさ、なんで自分の体見せつけたん？ほんまにめっちゃシンプルな疑問やん。知ってる？露出って迷惑防止条例違反、軽犯罪法、公然わいせつ罪とかに該当する劣気とした犯罪の一つやねん。残酷にもこんなことでもちゃんと犯罪やねん。こんな救いようのない犯罪って他にある？しょうもない。松代までの恥やろ。こんな言われる。そらお前、社会の底辺、ミジンコ。お前も女の敵どころか全人類の敵やで。まさしく四面楚歌。わかってますよ、そんなことは。まあ座れや。少しくらい話聞いたるわ。温度差すごない。お前さ、今どういう状況なん？この下はすっぽんぽんで。そっちなんやちゃうわ、人生の方や。会社もクビになって、生まれてこの方彼女もおらんし、人生がどうでもよくなって。最後に花火打ち上げたろって思ったんか？花火って表現嫌やな。彼女欲しい。まあ。なんか努力したん？努力。すべて脱ぎ去る前にされたもん切ろよ。なんでスポンポンなっとんねん。グーの根もで。髪の毛セットしたことあるか？眉毛は？スキンケアしとる？服装気をつけてるか？お前何もしてへんやんけ。ただのデクの棒に女寄ってこんぞ。僕そんなにひどいですか？資格欲しかったら勉強して試験受ける。就職したかったら履歴書書いて面接受ける。それと一緒や。彼女欲しかったら努力しろ。勝手に女が降ってくる顔してへんやろお前は。耳が痛すぎるな。まあでも気持ちはわからんでもないよ。え？普通に生きてても女性から全く相手にされへんねんもんな。もう生物としての限界を感じるよな。そら全部投げ出したくもなる。顔がいいだけのやつはホイホイ女作って浮気する余裕まであるのに、自分はたった一人の女性を愛することもできひんのよな。自分は絶対浮気なんかせんとか思ってるやろ。自分はイケメンなんかよりも性格が良くて一途で謙虚で優しい。
笑えるよな。顔が良くないやつってそうやって自分を保つことしかできひんもんな。優しい一途って弱者男性の防空壕みたいなもんやから、現実見ろよ。イケメンってだけで性格悪いって決めつけてるお前の方が終わってるねんって。わかるよ、そう思わないやっていけへんのよな。何もかも負けてるなんてそんな真実受け入れられへんよな。TikTok で綺麗な子ばっか見て目だけ超えてな、理想だけ高いんよな。交際経験がないやつとか童貞歴が長いやつって自分のことを汚れてない綺麗な存在と勘違いするんよ。いつでも自分に価値を見出そうとするんよな。見苦しいよな、誰からも相手にされてない謝り物のくせに。金もない、学歴もない、容姿もない、センスもない、スキルもない、マジでさ女性はお前のどこに魅力を感じたらいい。教えてくれよ。ぐらいぐらい、もうぐらい。まあでもお前なら乗り換えられるはずや。あめとあめとムチの比率おかしくない。多くの人間がこの問題を見て見ぬふりをしている。命は等しく平等であるのにもかかわらず、牛や豚や鳥の命を我が物顔で奪い、食事そのさま言語道断。犬や猫の愛玩動物だけ特別扱いして命に順列を決めている。人はいつから神になったのか、私は疑問で他ならない。おいちょっと、命を奪うな、命を。警察呼ぶぞ、人の店の前で。あ？うるさいねん、警察呼ぶぞ。なんで警察を呼ばれないといけないのかしら。営業妨害やろ、どう考えても。人の店の前で何騒いどんねん、ここ肉屋やぞ。バカね、だからに決まってるでしょうが。もう帰れって、それ片付けて他でやってくれや。あんたね、ダメなことばっかり言ってるとミンチにするわよ。その日はビーガン的にオッケーな。呼べばいいじゃない、好きにすれば。これ私が悪だなんて世界はやはり狂ってるわね。とんでもないって。どう考えても狂ってるのはお前やろ。誰よあんた。別に通りすがりのもんやけど、人の店の前で騒いで十分問題行為やぞ。部外者は黙ってなさいよ。その部外者にお前は騒ぎ立ててるんやろ。自分の主義主張は通したいのに部が悪くなったら部外者扱いって、お前ジビエやん。皮肉のスパイス効きすぎやろ、ガーリック風味やん。あんたね、動物がかわいそうだと思わないの。意味もなく出生と屠殺を繰り返して人間の食欲のために命を翻弄されているのよ。悪いけどその討論をここでするつもりはない。それをここでわめき散らすことが動物のためにつながると思っているお前はあまりにも動物的。どっちも敵作りそうな性格しとるな。別にビーガンはいいんちゃう。でもお前みたいな過激派のせいで全体の印象が下がるってことがなんでわからへんのやろな。声が大きければ大きいほど嫌悪感を覚えるんよな。黙りなさい。感情論になったら負け。頭にタンパク質足りてないんちゃう。タンパク質関係ある。ジビエはジビエなりに生き方考えんとな。私もあんまり肉好きじゃないんよ。でもそれが少数派ってのは理解してるし、間違ってもお気持ち表明なんかするべきじゃないんよな。動物を殺さなくても人間は生きていけるのに、どうして私たちはそのことを考えられないの。でもお前が着てるその服はどう見ても革製品に見えるんやけど、それはいいの。めっちゃ痛いとこ疲れてるやん。都合よくない。そこは自分基準なん。わ、私はダイエタリービーガンなの、食専門なの。なら自分の中でだけにしてくれよ。エルカルビーガンでもないくせに掲げる思想も理想も緩いよな。何言ってるか全然わからん。あんた私のこと何も知らんでしょうが。じゃあお前は普段何食べてるん。え教えてや。ニンニンとか。お前ウサギなん。タンパク質も不足してビタミン D とか鉄分とかも不足する。やりすぎると神経機能の低下や貧血を起こすこともある。お前は動物性のものを食べなくても生きていけるって言ってたけど、そんな単純な問題じゃない。逆に健康のリスクがあることも考えないと無策で続けるのは難しい。でも工夫をすれば動物性のものを食べなくても済むじゃない。そんなことせんでも肉食えば済むね。二人ともそこが肉屋の前ってことを思い出してくれ。あのね、私は先月ビーガンになったの。ビーガンの芽生え遅ない。どないにしろもう肉食いたくても食えへんような年齢やん。この年になって考えが変わったのよ。まあ続けて。命のサイクルにも目を向けず、盲目的に食卓に並ぶ加工肉ばかり食べる。命への感謝が薄れ、その全貌を理解しようともしない。手を合わせていただきますをどれほどの子供が言えるのかしら。当たり前のことに感謝を示さず、私たちの意見が自分の持つ常識と異なるからといって寄ってたかってたなく始末違うでしょ。私たちは支え合う腕や足があるのに、その慈悲を全ての動物に向けてあげるべきなのよ。子供たちの目を覚ましてあげるべきでしょ、私たち大人が。話長、長尺使って論点ずらすなよ。割とまともなこと言ってたのに。お前の考えは全部感情論。全否定するわけじゃないけど、問題を民衆にぶつけたところで互いの亀裂を生むだけ。動物の気持ち考える前にまず人間の気持ち考えろよ。こいつ食べてやろうかしら。全てを通り越してのカニバリズム。まあでも気持ちはわからんでもないな。え、ちょっと強引なやり方じゃないと誰も聞く耳持たへんもんな。どんだけ大事いこと言ってたとしても少数派が損するもんな。でもまあお前の場合ってあの自己満やねんな。このやり方で誰が賛同すんねん。大体のことは多数派が有利になるようにできてるからな。何を勘違いしたんか知らんけど、こんなところでわめき散らしてな、親族中に迷惑かけて笑えるよな。誰がこんな頑固で非常識で口うるさいやつの面倒見たいねん。お前その年まで生きてきてそのクオリティなん。あんまり声を上げんなよ、マジで悪乗りやぞ。周り見てみろ、お前生きながら死んでるようなもんやん。気づけよ、老害そのもんやで。このクソガキ。二人ともどっか行ってくれへんかな。お父さん、新しいゲーム買って。ええ、またゲーム。買って。どんなゲームよ。動物みたいなモンスター捕まえたり育てたり、一緒に牧場とか畑とか作って拠点を発展させていくゲーム。ええ、面白そうやん。そう、楽しそう。わかった。夜遅くまで起きてたらあかんで。わかった。約束できるな。うん。しゃあないな。ただいま。
ジュエル、それがこの前買ってあげたゲーム？そう。ちょっと見してや。今から弱いパル捕まえる。パル？このモンスターたち。なんか、既視感あるな。どうやって捕まえるん？このボールを投げて確率でゲットできる。既視感が止まらへんな。ジュエル何してんの？パルを弱らせてる。弱らせるってこんな直接、パル同士で戦わせるんじゃないの？やり方は自由。ザコは直接弱らせた方が効率的。すやろ。はい、労働源ゲット。労働源。なんか、肉手に入っててんけど。当たり前やん。こいつらも生き物、落とすものは落とす。これが私の拠点。すごい、もうこんなことなってんの。まだ買って1日しか経ってないのに。パルたちが手伝ってくれた。手伝ってくれんの？そう。こうやって新しいの作ろうとすると手伝ってくれる。かわいい。めっちゃかわいいやん。最初は手伝ってくれる。最初？徐々に自立して私が先導する必要もなくなる。ああ、そういうこと。数時間もすれば社会のために堅実に働くパーツになる。ん？自分が何を制作しているのか、それに疑問すら抱かない。ただ黙々と社会のために働く。ん？少しずつ自我が崩壊して善悪の判断基準が曖昧になる。いや、何も求めないし何も望まない。ただ生きていることに感謝しながら働き続ける。そこまで行けばようやく完成。洗脳のプロセス説明されてる。働かない者は殺す。それが絶対で平等のルール。やばない。でもパルにも心がないわけじゃない。そうよな。働きすぎるとこいつらもいずれ鬱とかになる。ストレスとかで過食症になる。顔やばいことになってるやん。でもこの拠点に福祉施設は存在しない。厚生も社会復帰も難しい。じゃあその疲れたパルたちはどうなるん？別にどうもならん。代わりはいくらでもおる。それだけ。嘘やろ。パーツに愛情はない。パルの上に立つ人間に情は必要ない。もうこの子手遅れやん。でもまだこんなもんじゃない。こっからハードワークさせることも可能。うわ、めっちゃ急がされてる。こんな働かされたら壊れるって。だから言ったやん。別に代わりはいくらでもおる。生まれてくる時代間違えてるやん。でもまあゲームやから。まあそうやけど、この子たちは何を作らされてるの？銃とか。銃？銃弾とか。銃弾。それに使う資源を死ぬまで採掘させてる。騙された。全然ハードフルなゲームじゃない。一緒に牧場とか畑作るゲームって言ってたのに。うちの子銃とか銃弾とか作らせてるもん。それ絶対バルに向けるやん。このゲームはいい。社会の縮図として教材になる。全然教材とかじゃないって。もっと温かいものを学んでほしい。少子、そんなものは二の次。日本の教育は盲目的。優しさとか温かさ、人情とかを重視してる。そのくせいじめとかは消滅しない。福祉労働者は低賃金、資本主義であるのに、その資本の取り扱いを義務教育で具体的に取り扱わない。海外が絶対的とまでは言わんけど、株や経済の金の流れをもっと可視化した教育をしないと。綺麗事ばかりの教育では日本の GDP はもっと低下する。教職員はし、娘に流される。なんかもっとさ、可愛いの見せてよ。なんでこんな殺伐としてるんよ。可愛いパルとか紹介してや。こいつとか可愛い。あ、確かに可愛い。キャラデザすごくいいな。こいつの使い方はアサルトライフルを持たせて敵対パルを射殺させる。めっちゃ撃ってる。なんでスネで戦わせる必要あるね。武器持たせた方が強い決まってるやろ。畜生がどの用途でも尾が引くのなんでなん。こいつとかも可愛い。いや、可愛いけど。こいつの使い方はロケットランチャーに押し込んで発射する。撃てな。見て、消し込んだ。どっちも。どっちも消し飛んだ。どんな雑魚にも有効活用する方法はあるんやな。うちの子が恐ろしいのか、このゲームが恐ろしいのかもわからん。まあでも全部ゲームやから。なんでやろ、それで腑に落ちひん。このゲームやっぱり教材にいいな。どこが？命の尊さを学べる。想像力豊かすぎひん。ごめんジュエル、今日ご飯作るのめんどくさくてウーバーイーツでマクド頼んでん。別にええけど。ならよかった。話教えたら。はい、今出ます。こちら商品です。ありがとうございます。失礼しました。ちょっと待って。ジュエル？どないしてん？お前やってくれたな。何がですか？ポテト L やろこれ。S の量しか入ってへんやんけ。うわ、ほんまや。いや、知らんし。ジュースも半分ぐらい減ってるやん。どういうことやねん。知らんし。やったん。何がやねん。こんなに少ないの初めてやねんけど。お店側の問題やろ。めっちゃ目見てくる。めっちゃ嫌や。見えてる？こっち見えてるんやんな。お父さんこいつ嘘ついてる。ほんまか？どういう仕組みなん？こんなんしてバレへんと思ったん。何が？バレへんと思ったんよな。バレるも何もやってないねん。つまみ食いするならもっとバレへんようにやれよ。俺の声届いてない？否定してんねんけど。バレバレやんこんなん。センスないな。まずつまみ食いをするな。会話って双方向じゃない。お前そんなんやから稼ぎ悪いねんて。稼ぎ関係ある？お前専業やのに一日フル稼働しても1万も稼げてないやろ。いつまで初心者のつもりやねん。なんでわかるん？マジでどういう仕組みなん？ Uber Eats ってどれぐらい稼げるん？フリーターみたいなもんやろ？日給5000円ぐらいはある。とかにもよるけど、上級者になると日給で2万とかにもなる。ただ配達するだけじゃなくて、効率のいいルート、インセンティブのつくピーク時、効率よく多くの配達するための工夫が必要。お前みたいに何も考えずに配達するだけじゃ初心者は抜け出せんぞ。しかもお前評価めっちゃ悪いやろ。勝手に物扱いされてる。挙句につまみ食いってな、笑えるよな。俺認めたっけ。お腹空いてたん。お腹空いてたんか。少し。まずつまみ食いをするな。それで我慢できずに商品食べるって、以前よりも食欲が勝つのやばない。考えられへんねんけど。これ運営に報告したらアカウント停止やろな。それだけはやめてください。配達もまともにできひんってお前何ができるん。配達が楽な仕事とは言わんよ。でもさ、事故とかじゃなく、言われたところに言われたものを無事届けることができひんって、とんでもねえな。自転車で急いでたから。だからなんなん。こぼれてないか確認したら、ポテトが一つ容器から落ちてて。じゃあポテトが L から S になるん。すいません、美味しくて。ジュースは普通に飲んだやろ、お前。すいません、ポテト食ったら口パサパサなって。すいません、すいませんって言いつつ言い訳ばっかりやねん。どうせここ離れたら私らの悪口言うんやろ。滑稽すぎるやろ。いや、これまでもそういう風に生きてきたもんな。その、毎日惰性の日々過ごして、生きるためだけに配達員して、休日は YouTube とか TikTok ばっか見て一日が過ぎる。お前の人生って何のためにあるん。お前がそれでいいならそれでいいよ。でも彼女も友人もおらんくてな、子孫も残せそうにない。言い方どうにかならんか。お前見てるとさ、植物の方がまだ生きてる意義を感じるけどな。こんな言われる。でもまあ気持ちはわからんでもないよ。え？
お前みたいなやつってな、プライドばっか高いよな。就職してもな、全然うまくいかんし、周りから浮いて全然馴染めんのよな。努力してるもんな、お前は頑張ってる。でもそのことを誰も理解してくれへんのよな。もう全員が敵に見えてくるんよな。そりゃ嫌になって退職してフリーランスでもしてみようってなるよな。でもな、しゃあないねん。お前無能やで。無能？そう無能。周りから注意されても自分が悪いんじゃない。周りのせいにしてばっかりで一向に成長せえへん。努力も全部自己満。極端に客観視ができへんやつってさ、全部なんかのせいにして自分を変えみることをせんのよな。でも心のどこかでは気づいてるんよな。全部自分の実力不足やって。やからこそ盲目的に他人のせいにするんよな。わざと手を抜いたりしてな。俺は全力でやってない。全力でやってないからうまくいかへんのは仕方がない。そうやって保険かけて自分に言い訳ばっかりしてるんよな。笑えるよな。そうでもしないと自分を貯めてへんのよな。誰かに否定されるのは死ぬほど耐えられへんのに、お前は他人を否定して生きてる。お前がうまくいかんのは上司のせいでも後輩のせいでも会社のせいでも社会のせいでもない。いい加減目を覚ませよ。全ての結果が今のお前だろ。誰も正当な実力を評価してくれへんとか思ってるやろ。正当やぞ。残酷なことにな。すいません。どうせやるなら全力でやるよ。ダイヤモンドランク目指せ。わかったな。はい。今そんな励ますような話してた。ボロカスやったけど。そろそろわし帰るわ。え、コウジさんもう帰っちゃうの？明日休みやけど娘にまた怒られそうやし、今日は帰る。バーって初めて来たけど割と雰囲気あって楽しかったわ。うん、今日はありがとね。お客様、こちら明細です。ああ、17万10。え、どうかなさいましたか？いや、どうかなさいましたか？ちゃうよ。17万ってどうなってんねん。どうもこうもお支払いが17万です。ちょっと待ってくれよ。内訳はどうなってんねん。1時間飲み放題6000円って聞いたぞ。この店におったのなんて2時間ぐらいやん。飲み放題は確かに1時間6000円ですが、お席代として15万です。そんなアホなことある？でも実際に提供を受けたわけですし、もうどうしようもありません。こんなん払うわけないやろ。おかしい、おかしいもん。なめとんちゃうぞお前。え、飲んだやろ。じゃあ支払うのが普通ちゃうんかい。いや、え、払うまで返さへんからな。わかっとんかお前。ちゃうやん。急に表現するやん。払った方が身のためだよ。くそ、はめられた。こんなアホ女にはめられた。はい、もしもし。ジュエル、ごめん、ちょっと今日迎えに行くの遅れそうやわ。どうしたん？いや、その、ぼったくりバーでぼったくられてる。小馬鹿にされとる。なんぼぼったくられたん？ 17 万取られそうになってる。笑い事ちゃうって。知り合いの女の子が紹介してくれた店入ったら、全部来るで金巻き上げられそうになってんねんて。無様すぎる。めっちゃ小馬鹿にされてない。なあ、バーテンダーかオーナーか知らんけど、このおっさんかもやからもっと金絞り取れるぞ。もっといけ。ジュエル20。まだいける。24。もっと。28。35はいけるぞ。この前ボーナスが入っとった。わし飲み方はゼロ。35万払えや。なんで請求額変わんねん。とはいえ、ぼったくりバーの高額請求を正直に支払う必要もない。え？店側と客側の双方合意している場合は問題ないけど、詐欺まがいの商売をしていて客側が納得いかない場合、互いに明らかな錯誤がある場合の契約とかは支払う必要がない。そうなんや。ダメなこと言っとんちゃうぞ。飲むもんは飲んどんねん。それ今更なかったことにできると思っとんか。払うまで返さへんからな。それ換金脅迫な。あ？確かに詐欺まがいなだけで詐欺罪を立証するのは難しいけど、恐喝罪ではあるからな。え？仮にそこで支払ったとしても絶対後で報復するからな。報復？出るとこ出るから覚悟しろよ。これは恐喝罪にはならんの。ジュエル、わしどうすればええ？いや知らんよ、自業自得やん。敵な、味方な。どうせ若い女に鼻伸ばして無駄に引っかかっただけやろ。グーの根もで。まんまと釣られて高額請求されて、なんで私が協力せなあかんの？ごめんなさい。女にチヤホヤされて調子乗ってな。ごめんなさい。まあでも気持ちはわからんでもないよ。今回わしな。学生時代とかもな、自分のやりたいこととかばっかりやってきたよな。何してきたん？一人で釣りに行ったり、部屋にこもって読書したり、勉強ばっかりやってきてな。自分の好きなこととかに関しては必要以上に知識とかあるのに、一般常識が身についてないんよな。確かに自分と他者との線引きって大切やけど、それが追随言うとただの頑固者やねんな。火遊びを推奨するわけじゃないけど、ある程度の経験と知識がないとどこで火傷を負うかわからへんからな。酒によって暴走したり、女性関係に失敗したり、若い頃遊び毛嫌いして30代40代で初体験のやつが失敗するんよな。学生の頃やったら軽い火傷でも、大人やと金とか立場もあって余計話がややこしくなるんよな。一生好きなことやっとけばええのにな。なんで今になって外に関心が向くんやろな。ぼったくりより立ち悪ない。まあ被害に遭った場合は被害者広告を警察とか消費者センターとかに通報すれば支払った金が戻ってきたり、力技やと口座に引き落としに行くふりして付き添いにをぶっちぎるとかするしかないな。ほんまに力技やん。あ、逃げた。